です。小田さん、今、縦行きましたね。そうですね、まあ、縦を見せながらの感じで、はい、やっぱりそうすると本当に、まあ、相手が読めなくなるので、そういうところが、まあ、特にそういった仕掛けっていうのもいいかもしれないですね。はい、さあここは松崎がボールをセットしましたがキッカー変えました。右利きの山原に変えます。一層声が大きくなりました。エスパルスサポーター勝利を届けるか。体を張った甲府ファーサイドクロスが入る。来た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 今のワンタッチだ。聞いた。決め切りました。すごい、だってワンって入ってきたよね、あれ。まさかのボールでこれ。そう。すごい。これってもう。ワンアシスト。こうすれば誰かがあれだもんね。もう狙って蹴ってるんだよ、目を。目がもう。思ったんですけど。ほら。すごいよね。ライヘディング効いた。ボールキーパーシビアが蹴ったボール、セカンドボールはゴールした。よし、試合終了のホイッスル。オフサイドですね。じゃあ終わります。試合終了のホイッスル。清水エスパルス3試合ぶりに勝ち点3。よし、サポーターと喜びを分かち合いました秋葉監督。そして小田さん、はい、3試合ぶりのクリーンシート。よし、サポーターと喜びを分かち合いました秋葉監督。そして小田さん、はい、3試合ぶりのクリーンシートでもあります。そうですね、この数試合失点も続いてたので、はい、そういった意味では、すごいやってる。課題をクリアしというか、しっかり修正できたのかなと。